うも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ちょっと特別企画といいますかですね、毎日毎日ガズレレ YouTube でレッスン動画を公開しているわけですけど、これ毎日毎日っていうのがなかなかキーポイントでございまして、楽譜をかノートに書いて、それを、書き込んでアレンジして、それを、書くだけじゃなくて、今度は皆さんのね、もう元になるようなレッスン動画にできるようなこう演奏するというところまで、まあ、毎日毎日繰り返してるんですけど、つい先日、ガズさんですね、インスタグラムやってるんですよ。はい、ガズレレというアカウントでやってるんですけど、この投稿ちょっと今こう映しておくんですけど、見てもらうと分かるようにね、いつも出してるノート、いつも出してるじゃないな。いつもね、YouTube で画面に映してるノート楽譜ってあるじゃないですか。あれは実はあのまんま見てるんじゃなくて、実はいろいろ書き加えて、そのすごい書き加えてるんですよね、実は。こっそりと。こっそりってわけじゃないんですけど、で、それをね、ちょっとインスタにこれ書いてもすごいでしょ。ビッチビチに書き込んであるんですけど、これ毎日ほぼやってるんだよなと思って、ちょっとここでね、あ、今ちなみに紹介しますけど、この僕がいる場所はですね、毎日毎日ここでですね、こう、楽譜を書いたり、編集したりとかしてる。このパソコンでね、編集したり しているんですけれども、まあそういう、今、デスクで、撮っているんですけど、そこもちょっとね、前回ちょっと前に紹介したことあるけど、またね、いいタイミングなんで、まあここも紹介しつつということで、今、バッチリこのガズさんのデスク、冬バージョンになってますんで、足元注目してください。見てこれ、すごいでしょ？うちには最新鋭のね、グッズがあるんですよ。これ、USB で足が温まるスリッパなんですけど、これも、ストーブが、あったりとかして、これが首が結構あったかいんですよ、これ。結構いい、便利な、こう、ストーブがあってですね、こう、首振ってくれるんで、あっち側にはいつもハニーさんが座ってるんでね、反対側に。あっち側にハニーさんが座って、こっち側にガズが座ってるということで。で、この USB のこのスリッパがめちゃくちゃあったかくてですね、ここにこう、タイマー機能もついてて、ここね、こっち見てもらうとわかるんですけど、窓際なんですよね、こっちが。こっちが窓なんで、結構ね、冬寒いんですよね。で、足元が特に冷えるんで、これがあっても快適に、まあ、編集しているということで。そしてですね、これ、見覚えある方多いんじゃないですか。これはですね、毎朝、7時半から、やってるガズのラジオ放送、ガズラジの時の、なんていうのかな、写真？はい、なんていうの、ああいうのもサムネイル写真にしているボードになってます。これ、ただ増えるとね、ハニーさんが作ってくれるんです。これ、毎日こうやって置き換えてるだけなんですよね。はい、13日だったらこうやってこれ、フェルト同士引っかかるから。はい。これがですね、我が家ではカレンダーになっております。今日何日だっけっていうところでこれを見たりとかして。はい、これここのね、デスクに置いてあったんですよ。あ、これもね、ぜひ皆さん、スタンド FM というアプリで毎朝7時半からラジオ配信してます。この場所でラジオ配信もやってます、ね。はい。聞いてくださいね、そっち。まあそんなね、情報を公開しつつ、早速ですけど、ちょっとその噂のやつを、じゃあ今日は、ガズさんが、普段みんなに見せない、秘密の、楽譜の B 面、裏のところをちょっと公開したいと思うんですが、ここにですね、ストックしてあるものがありまして、これ紙なんですけど、これね、ちょうど今、一番上になってました。このね、川崎鷹也さんの、君のための君の歌っていうのを、書いた時のインスタグラムだったんですよ。インスタグラムの写真は。見てください。これ、強烈じゃないですか？これ、改めて見ると強烈なんですよね。で、これを、毎日毎日書き出しては、自分でこう書いて、これ覚えて、YouTube の、撮る、カメラの前で演奏してるわけですよ。いや、よく考えたら、すげえことやってるなと思ってて、で、さっきこう、シェアしたインスタのところのコメントにも、こんなすごいことやってて、大変ですね。もう、いつもありがとうございますとかっていうコメントをたくさん頂戴しましてね、ありがたいなと思うんですけど、いや、これですね、僕楽しいんですよ、これが。こういうことをね、ちまちまやってるのが、なんか好きみたいです。まあ、僕、やっぱ音楽やることが好きだしね、やっぱ自分が好きなことじゃないと毎日は続かないし、この楽しさを結局、ガズレレ YouTube を通して、皆さんのこう、生活の中、音楽があるような、生活にしてもらいたいっていう、その、なんていうのかな、もうその気持ちがすごい強いんでね、この楽しさとともに皆さんにお伝えしてるんで、別に全然しんどいとか、もう本当に、はぁ、げんなりというのはあんまりないですけど、なんか曲によってはもう、例えば米津玄師さんとかすごいことになっちゃいますけどね。はい。で、今日はね、ちょっといろいろ楽譜ね、どうせだったらこういう面白い楽譜を見ていこうかなと思います。これがね、大まかにほら、洋楽
と日本で分かれてて、簡単なやつは保存してないんですけど、難しいやつはこうやって、取っておいたりするんですよね。で、ちなみにですね、ちょっと話が前後するんですけど、ちょっとこっちに回っていただきたいです。これ、ここ見てください。あ、ちなみにほら、いつもこんな風にね、楽器を保存してる。こうやっていつでも手に取れるように、ここにこう、こういう風に引っ掛けていたり、こっちにはガズピアノ用の鍵盤もここにパッと取れるようになってたり、だすぐサイドにこういろいろ置いてあるんですよ。ここにカメラもこうやって収納されていたりとかですね。はい。で、ちょっと回ってもらうと、ここに、見てください。これ、いつもガズレレ YouTube で皆さんに公開しているノートがあります。もう今29冊目、もうね、もうちょっとでもう30冊目に突入しますけどね。はい。これが一番最新のノートになりますが、これがほら昨日アップロードしたエピリマイというのが一番最後になってますけどね。こんな感じで、これ、あ、そうだ、君のための君の歌、これ、さっき見せたやつ。これを、つまり、これをコピーして、これにコピーしたものに、いろいろこう書き加えてるわけですね。だから元から見るとすごい、A4 になってるんで、こっちはちょっと拡大されてますけどね。はい。皆さんに見てもらってるのはこれ。で、ガズが見てるのは、実際に見てるのはこれということです。でも、このね、楽譜をね、変な話、カメラにこんな風にみんなに映したら、もうわけわかんなすぎるじゃないですか。これを見せられてもねっていうのはあるんで、やっぱり見やすい、いつものノートの方もまあ見ていただいてるわけなんですけれども、こういうのもね、きっと皆さんにもすごいもし役立つかなというふうに思うんで、これからですね、ちょっと難易度が高そうなやつは、ガズクラブって言って毎月5曲ダウンロードできるよというサービスがあるんですけど、すごく難しそうなやつはこっちもね、セットで、ダウンロードできるようにするのもいいかなと思います。これ実はすごく、ガズは逆にこれでもう全てのメッセージがここに詰まってるんですよ。なんでね、まあちょっと他にも見ていきましょう、いろいろと。ね、面白いですね。まず、いろいろあるんですけど、ここに金木犀の、という曲、オレンジスパニークラブとか、これもですね、やっぱこの、なんていうの？現代の新世代アーティストの曲ってやっぱりね、ちょっとなんか難易度は高いですからね。これもワンオクロック。この曲なんかに至っちゃもうほとんど英語ですけどね。はい。こういう風に丸く囲ってるやつ、ここは早く塊で、言っていくぞとかいうことだったり、あとここ、ほら、もうね、読みづらいやつはもうカタカナで書いたりとかして、もうすごいことになってますけどね。はい。ここもほら、オーブステイコーとかもうね、すごいな、これは。はい。こういう裏側があります。だから、ガズさんもしれーっとね、いろいろ、YouTube で公開してるようですけど、こういうメロディーライン、ここなんか見てくださいよ。この赤い線がメロディーラインなんですよ。はい。で、ここの縦の線が、小説が分かるところですね。はい。これなんかもすごいよね。はい。で、今日はせっかくなんで、ちょっと一曲ね、どんな風に書いてるのかっていうのをちょっと再現してみようかと思うんだよね。ちょっと待って、他にもこういう、こんなにいっぱいあるからさ、まあ、ちょっと他にもどうせ見てもらうんだから見てもらう。ほら、米津玄師さんの海の幽霊という曲とかここにありますね。ヒゲダンもすごいよ。ヒゲダンもこのメロディーライン、これをね、一晩で大体マスターしてるガズさんすごいなっていう話になっちゃうんですけどね。ミスターグリーン、あ、ミセスグリーンアップル。ね。ヨルシカさん。やっぱだって新世代のはやっぱ難しい、あ、片思い。エメさんですね。例えば、君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。これを見るだけでこうメロディーがガズはわかるというね。みんなもね、だからこうやって書いてみるのいいんじゃないかと思ったんです。これを自分で書くのもね、すごい楽しいことだぞというのを知ってもらいたいなと。これみかんハート C&K さんです。これもすごいソウルフルでね、この辺のメロディーラインとかすごいでしょ。はい。これは高難度ですね。はい。まあまあこんな感じで、もう洋楽もあります。ついこの間やったエド・シーランのパーフェクトという曲なんかもう何これ暗号ですよ。CIA の暗号じゃねえかって感じですよね、ほら。英語だからね、ここの、ねえ。I found love for me. こんな感じですね。いやー、これはすごいよ。はい。このオブラディオブラダみたいなビートルズみたいなのも今やもうね、もう歌いやすい方ですね。はい。というような感じで、まあこんな風に、まあいろいろやってるわけでございます。で、今日はね、さっきも言ったけど、一個書いてみようと思うんだよね。せっかくのこの機会ですから。はい。じゃあ、今日何をやるかというと、まあ、どうせだったらみんなが知ってる曲がいいかなと思って、あれ？
置いてきちゃった。はい、この曲をやってみよう。はい、この曲を今から書いてみようかなと思います。はい、これ世界に一つだけの花、これをもし今みたいにガゼンが書くとしたら、このメロディーみんな知ってるだろうからね、まずこれをコピーしました。で、使うものはですね、消せるボールペン、はい、フリクションボールの赤ペンです。そうするとね、ちょっとこれ見えるかな、まずここのガズのノートの特徴、この点が書いてあるでしょ、これがこのタイミングなんですよ。まずナンバーワンにならなくてもいい、もっともっと特別なオンリーワン、こんな感じで、まず言葉が始まるラインを縦で書くんですよね。わかりますか。そしたらこっちからナンバーワン、ナンバーワンにならなくてもいい。はい。で、ここにも書いてあるでしょ。ならなくてもいい。こう、コードが2個入るときの真ん中にもこうやって書いたりします。ナンバーワンにってことだよね。わかる？ナンバーワンにならなくてもいい。はい。いいで下がるから、もっともっと特別な、で特別なみたいにこう言葉がつながってるときはこうやって書いたりもしますね。もっともっと特別なオンリーワン、オンリーワンですよね。こんな感じ。ナンバーワンにならなくてもいい。ここもこうやって書いてもいいかもしれないね。もっともっと特別なオンリーワン、こんな風に書くんですよ。はい。そしてこうやって皆さん見てもらったらわかるけど、パッとちょっと引きで見てもらうと、こうやって演奏していくときに楽譜は見ながらやってるんですけど、僕の場合さ、楽譜を見ながらも皆さんにこうシェアしてるの、カメラの見たりとかするの、わかります？ちょっと今僕の顔映してもらえますかね。ガズレレレッスン動画で公開してる時にこんな感じじゃないですか。ナンバーワンにってこうやって画面からわざと、これ今外れてるかな、外れててこうやって戻って引いてこうやって戻ったりはしてんですけど、この外れてる時に実は楽譜見てるんですよね。すごいでしょ、その。はい。でまた戻っていただいて、そして楽譜を見ながら演奏しているんですけど、これが目線だと思ってください。でこっちカメラ見たとします。で戻ってきた時に、あれ今どこやってたんだっけってやっぱなっちゃう時が多いですよね。そのために目が迷わないように、いろんなこうカラーペンとかでこのブロックを囲ってるんですよ、こんな感じで。はい。はい、でこんな感じで囲っとくとどうなるかというと、目がね、ここのここだなってなんとなく場所を覚えてられるんで、これで分かるようにしてます。そこでこうやって「花屋の店先に並んだ」、こんな感じ。花屋の店先に並んだ、はい、こうですね。いろんな花を見ていた、こんな感じだよね。はい。でいた、はい。いろんな花、こうやって全部書いていったのは、さっき見ていただいたような、こういう紙になっているのでございます。はい。まさにこれ同じ感じですよ。ほら。こうやって書いてるんですよ。そして、例えばですけど、これよく見てもらうと思うけど、この曲、これは、つい先日あげた川崎拓也、高橋さんの君のための君の歌という曲ですけど、これメロディー歌うと、ねえ、知ってる、今の日本の人口はっていう歌なんですけど、この今って漢字で書いちゃったんで、この、今の、間の時に、拍があるんですね。ねえ、知ってる、うん。今の日本のって言うんですけど、この漢字だと分かんないんで、万の時に拍があるよってガズだけが分かるようなことを書いているというようなことになりますね。なんかだからこれはね、相当深いメッセージがもうたっぷり続いてて、だとここもちょっと見てください。くるっと丸書いてあるでしょ。ここは早口なんですよ。70億と4億くらいらしいっていうような感じで言うとかね。さっき言ったようなこのスマップで言うとこの特別なってこう早く言うところは丸とか、自分にそれぞれ、これは別にほら、ガズが思うところの、表に出すものではないんですよ。表に出すために書いてるものじゃなくて、自分だけが
分かればいいっていうことだから、皆さんに本当にこれ見せる前提じゃないんですけど、今回そのインスタグラムであまりや結構反響が多かったものですから、皆さんこれもしかして役立つなと思って、どんどんカスタムしましょう皆さん。楽譜はですね、やっぱただ読んでそれをその通りに歌うっていうんじゃなくて、自分で分かりやすく自分だけが分かる、別にほら世間に貢献、今ガズはね、今こうやって皆さんシェアしてますけど、皆さんの楽譜っていうのは皆さんだけが分かるようにどんどんカスタマイズして、その先にはやっぱり覚えちゃうのがいいと思いますよ。いつも言うけど、一曲は大好きな曲覚えちゃいましょう。はい、やっぱりでも改めて見るとこれすごいよね。なんでしょうこれ一体本当に。はい、まあこの中にね、さっきも言ったちょっと続きなんですけど、ちょっと前後しちゃったけど、ねこことか見てもらいたいんですけど、ここに矢印が書いてあったりするね、こことか矢印、上に矢印書いてあるの分かる？これはここ急に音程上がるよとかいうことを瞬時にして分かるようにガズが名目してるんですね。ちょっと上に登ってもらって、ここは逆に急にドンとメロディーが下がるよっていう時はこういう下の矢印を書いたりとか、まあいろいろね、この経験ならでは、でもこれはだからガズしか分かんないと思うんだけど、まあでもこういうレベルの曲、難易度高い曲は、まあこれからガズクラブでもちょっとこう見れるようにしていこうかなというふうに思うんですけど、まあまあそんな感じです。普段は表に出さない、でも本当これを苦労というのかお楽しみというかもう人それぞれだと思うんですけど、やっぱり好きなことなんだろうなと思うんですよね。好きなことってやっぱりね、他の人から見るとね、ようやるなと思うかもしれないんですけど、まあこういうことをやってる時間が、まあ豊かな時間になればまた最高だなというふうに思うわけでございます。はい、そんなわけでね、このデスクから日々いろんなものが生まれているわけでございますけれども、はい、皆さんやっぱ音楽をやる楽しみ、聞くのもいいけどやる方が楽しい、やるっていうのは何もこうプレイすることじゃなくて、こういうね、地味なね、こういうことも含めてだと思うんでね、そんなことまで含めて楽しんでいっちゃいましょう。はい、それでは引き続きガズレレ YouTube チャンネルとガズピアノもね、ここで書いてるんですよ。ガズピアノも、はい、ガズピアノもここで練習したりしてます。はい、あっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。それでは皆さんごきげんよう、さよなら、バイバイ。